ッチアップ、縦に仕掛けてくる、低いボール入ってきた、セカンドボール、シュート、ベルマーレ先制、菊池、素晴らしいゴールでしたね、抑えて、はい、まあ、引き込んだ相手に対して、まあ、秋野のサイドチェンジから少し相手を動かして、ね、目線を変えながらね、このボールからですね、まあ、しっかり1対1の状況を作ってあげると、で少し抜き切らずに、まあ、速いボール入れてあげて、まあ、セカンドボールしっかりとシュートまで、はい、まあ、いいゴールでしたね。菊池はこれが2試合連続のゴールです。サイドから崩してきました。